うわあ、金持ちの家だ。あれ、師匠の式紙と手紙？何？洋館にある呪物を求めて周囲には呪いが集まってきているようじゃ。呪物を回収してこい。家の人に聞いてもらってくりゃいいのか？いってー！何すんだよ。あ、また手紙だ。お前はこの家に侵入し、家主に気づかれぬように回収してくるのだ。それって泥棒じゃ。世界のためじゃ、取ってくるまで戻ってくるんじゃないぞって。師匠ってば俺のことなんだと思ってんだよ。とりあえず館の中に入んねえとどうしようもねえな。門の方に向かおう。あ、前途多難すぎんだろ。よし、北見が来たぜ。遊ぼうぜ。俺が2時3時所属。呪術師会の超新星、北見雄星だ。よろしくな。いや、今日はみんな俺の配信来てくれてありがとな。いや、ついにデビューしまったぜ、この俺がよ。でね、今日の配信はね、俺がトップバッターで、そっからね、初配信リレーって感じで、3S ゲームのみんなが配信してっから、それもぜひ楽しんでってくれよな。いや、見たみんな。ティザー、PV、ムービー、ちょ、なんて言っていいかわかんないけど、めちゃめちゃイケてたろ。見たみんな。ティザー、PV、ムービー、ちょ、なんて言っていいかわかんないけど、めちゃめちゃイケてたろ。いや、俺も死ぬほどかっこよくてさ、俺普段ね、あんまり SNS 見ないの。あんまり SNS 見ないんだけど、さすがにエゴさした。いや、さすがの俺もエゴさして、で、ね、俺どんなこと言われてんのかなって期待してたんよ。ま、俺の中の予想だと、かっこいいとかさ、クールすぎとか、素敵とか言われると思ってたろ。そしたら実際なんて言われてたと思う？みんな。まず1個目ね、これ。アホっぽい。まだわかんねえだろうが、俺がアホっぽいかどうかなんか。初対面の人にね、失礼すぎんだよな、みんなな。いや、わかんないけど、早すぎるよ、距離の詰め方がね。いや、俺も結構なんか、慣れ慣れしいとか言われて、気をつけようって思ったことあるんだけど、早いって。急にガッて詰めてくんだから、霹靂一閃か、お前らって思ってびっくりしちゃったのと、2個目ね。2個目なんて言われてたかっていうと、これね。タグダサいね。夜鍋したんだぞ、俺。タグ考えんのに俺めちゃめちゃ夜鍋して、いや、天才的な発想だなっていう、この、俺のね、この、上にあるタグ、配信キタミンってやつね。まだこれしかみんな知らないと思うんだけど。いや。覚悟した方がいいからね。言っとくけど、俺が考えたタグ全部このノリだからね。まだまだ控えてんのよ。まだまだ裏にいっぱい潜んでんの。で、しかも、そのうちの、まあ、1、2個かな、は、ちょっとね、思いつかなくて、みんなに決めてもらおうと思ってるから、ちょっとね、俺のタグをそんな風にバカにするんだったら、ちょっとさすがにな、みんなに決めてもらおうかなって感じ。頼んだぞ、みんな。っていうのと、最後ね、友達止まりっぽい。なんでわかんねん。思わず、きっしょ、なんでわかんねんって思っちゃって、俺。頭パカってしそうになった。すごいよね。俺のどこの振る舞いでそう思わせちゃった、みんなのこと。早いよね。いや、でも実際合ってるから怖いよね、みんなね。偏見って意外と当たるもんなのかもしんないな。いや、まあいいんだよ、でもね。あまりにも距離詰めるの早いなと思ったけど、俺こんぐらいの方がさ楽にやっていけるから、まあね、距離感は測りつつ、こんぐらいの温度感で楽しくね、俺の配信見てってくれると嬉しいわ。ってことでね、じゃあ早速俺が何をやるかっていうと、次回予告でん、鉛筆って言われて。時間予告は、夜間警備、チラザートさんの夜間警備をやらせていただきます。明日のね、19時からやらせてもらう。
なんでこれを選んだかっていうと、まあまあまあ、新人警備員っていうのとね、新米呪術師っていうのに、シンパシーを感じたのと、俺死ぬほどホラゲー苦手です。どんぐらい苦手かっていうと、なんだろう、まあ、某テーマパーク行った時に、まあ割と自動で動くお化け屋敷なんだけど、俺目開いたことありません、中で。中で目開いたことないから内容知らないし、昔好きなことをゲーセンでなんか中に入る形の、なんかゾンビシューティングゲームみたいなのやった時に、ビビりすぎて体上半身半分出てこう、なんかヤッターマンみたいな体勢でやってました。そんぐらい苦手。だけど、果敢に挑むからぜひみんなね、見てくれよな。ビビってるわけじゃないけどよかったらね、応援しに来て。気絶したらそのまま、睡眠導入配信として楽しんでってくれよな。はい、おしまいっと。はあ、まあまあ複雑やったけどおもろかったわ。前通り。へえ、あそこの通り新しくオムライスオープンするんや。ああ。今日もなんもないで終わってしまったな。相変わらずこの箱は全くあかんしな。なんかこう気分転換に面白いことでも起きんかな。いらっしゃい、鍵屋海星にようこそ。ということで皆さん、はじめまして。本日から二次三次よりデビューさせていただきます 3SKM のケータンと先駆ける星子と鍵屋の海星と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは。いやー、2番手です。よろしくお願いいたします。どうぞどうも。よいしょ。さあ、ということで改めまして、海星と申します。鍵屋をやってます。鍵屋やってます。はい、やれ怪しいだろなんだろ言われてますが、まあ、ちっちゃい頃からね言われとるけん、まあ、全然気にしてはないんですけどね。あ、そう、身長183センチ、かっこ靴込みでねお願いいたします。で、名前なんやけどさ、まあまあまあ覚えづらいよね。初見で読めた人おる？おらんよね多分ね。僕もたまに間違えるん。なんでちょっとね、せっかく名前も覚えて帰ってもらうってことなんで、はい、作ってきました。クソデカ文字、この海星のね、特にもうこれだよね、はい、海星の海の字読める人なかなかいないやないかなって。読めた？やるね。多分博識な方なんでしょうね。そう、僕もねたまに、僕も生きてきて、まあ結構な年数生きてきておっちゃけど、もう間違えることはさすがにないけどな。やっぱ初めて見た人間違えるんじゃないかなって思うし、郵便とか届いた時に、よく間違われてますわ。店名も名前も両方とも。なんでこちらの回のね、書き方、鬼ムニと、鬼にカタカナのムニ、北斗ので鬼ムニと、もしくはさっき言った先駆ける星の先駆け星って言って出すか、改正って言ってもう強制的に出すかのどっちかしかないけん、よかったらね、まあ、今コメント打てるけんさ、まあ改正って言って強制的にするか、先駆けって言って打つかで 2,3 回連投してすることを許可しますので、よかったら打ってみてください。で、あなたのデバイスに僕を覚えさせてみてください。お願いいたします。もうかって言ったら、あ、改正出てんよぐらいになるまでやってもらえればもう間違えることはないんじゃないかなってね。何個か間違えてるのがありますね。好きよ、そういうの。好きじゃ、そういうの嫌いじゃないよ僕は。最高。ありがとうございます、ありがとうございます。覚えたかな、そろそろ。 OK 終了終了終了。夢と目標と挑戦ということで、せっかくこうして2時3時からデビューさせてもらったので、やっぱなんか大きいことしてーなーって思いますよね。ということでね、まず一つ、3人で大きいステージに立ちてということで、まあこれを立つにはまず僕が歌頑張らなあかんけん、本当に今必死こいて頑張ってます。必死こいてね頑張っておりますんで、はい、で歌を歌えるようになる、
何を言ってるか分かんねえと思うが、マジでこの通りなんだ。歌を歌えるようになりたい。頑張ります。私、何事にも積極的に挑戦していく、とても抽象的ですね。退屈しない毎日を過ごす、健康に生きていく、もうまさに老後です。もうそんな感じ。もうここの年齢まで生きてくると、だいたいまあ未来で決まってくるわけよ。あ、こうしてえなーみたいな、ゆっくりしてえなーみたいなね。あとやっぱり配信やっていく上で長く活動していくのがやっぱ僕は一番大事だと思っとるけん、健康的に毎日健康で運動を適度にして筋肉をつけて、歌を歌えるようになってでかいステージに立ちましょうということで、どうぞよろしくお願いいたしますね。年齢はね、不詳です、非公開なんで。あ、公式サイトに書いとったっけね、えどうやったっけ。書いてないけんね、全然。よかったら公式サイトを見てみてください。よいしょ。さて、ここまで来たらお次がドン。羊の朝は早い。朝はアーリーモーニングティーを手配し、主人に快適な起床を提供。そして主人の見送り後は屋敷内のさまざまな管理を行う。多忙ではあるが、今の生活に全く不満はない。俺は身元のわからない捨て子だったらしい。屋敷の前に捨てられていた俺を執事長をしていた榊の父が拾ってくれた。育ててくれた榊家も家のご主人も本当にいい人で、俺は恵まれている。ただもし叶うのであれば、いつか本当の家族を知りたい。そんな風に思ってしまう自分はわがままなのだろうか。侵入者。皆様どうも、はじめまして。この度デビューをさせていただきます執事の榊ですと申します。以後お見知りおきをよろしくお願いいたします。皆様コメントありがとうございます。まだ配信始まって間もないですが、一つご相談をさせていただいてもよろしいでしょうか。私執事ということで、旦那様、ご主人様にお使いをしております。さて、この配信を見てくださっている皆様方は私のご主人様なのでしょうか。いな、違いますね。加えて言うなれば、今私はご主人様から特別にお休みをいただき、こうして皆様とお会いしております。私、お使いをしている際、言い換えますと、お仕事をしている際はこのように丁寧でエレガントな接し方を心がけております。ここまで言えば聡明な皆様なら、次私が何を申し上げるかお分かりかもしれません。執事モードをオフにさせてください。執事モードオンの私はこれにておしまいです。今の私の接し方は旦那様にしか見せないレアな姿だと思っていただければ幸いです。今からオフにさせていただきますが、少々ショッキングな音声と映像が流れるかもしれません。自己責任でよろしくお願いいたします。では失礼いたします。スイッチオフ。榊神出しなめんなし。どうも、この度二次三次 3S 警部からデビューをさせていただきます。執事の榊ですと申します。よろしくお願いします。はい。執事モードの俺が見たかった皆さん、先に謝ってきます。今日はずっとこれです。はい。仕事モードにはもう戻りません。もういいやん。もうさっきまで
もう仕事してたんだから許して。はいはい、そんな感じです。オープニングトークはこんな感じで、本題に移りたいと思います。よいしょ。じゃあね、羊の、趣味のコーナーです。今のところ時間ギリギリ、まあなんとかなってる感じですね。このままテンポよくいきます。でまあ、羊にもプライベートはありますよという感じで、まあね、皆さん気になるでしょう、羊のプライベート。はい、でまああくまで俺に焦点を当てたものなんですが、まあ一部私の趣味をご紹介できればなと思います。早速一つ目ですね。よいしょ。ちょっと一つ目行く前に水飲んでいいっすか。ちょっと水飲みます。よいしょ。ああ水飲みました。でね、まあ早速一つ目で、ああもう謝っときます。多分皆さんのイメージからかけ離れたものを紹介します。でね、初出しでいきなりこれを紹介するとびっくりすると思うんですが、まあリアルこんなもんですと、もういいですね。はい、もう行けましょう。はい、もういい、もうこちらです、どう。はい、もうパチンコです、パチンカスです、パチンカスでーす。なんでお前パチンカスなんだと、はい、みんな思ったでしょ。俺も思ってます。はい、なので成り行きをね、ざっくり紹介していきましょうかな。よいしょ。成り行きを紹介していきます。パチンコとの出会い、ポンと。時は遡るんですが、18歳の榊ネス君に友達にカラオケに誘われました。あら一見パチンコとは関係なさそうなんですが、ここからね、どうしたんでしょう。カラオケに行かずにね、なぜかそのままパチンコ店に連れて行かれました。意味がわかんないです本当に。でこれでね、当時の俺も帰っときゃよかったんですよ、素直に。バカだなぁ本当。俺日暮らし打っちゃうんですね。俺日暮らし打っちゃっても、これどうなったかっていうと、レベル5突入してビギナーズラックで格変突入、1万8000発の大優勝、パチンカスルートに突入です。パチンカス爆誕、爆誕ってね。爆誕ってお前それ、いや北見のサムネやないかい。あ、そう、まだ北見優勢、改正の再配信を見ていない方、お時間のある時にご視聴よろしくお願いします。はい、タスクをバッチリこなして話戻しますが、一つね問題があります。よいしょ。私今22歳です。言うて4年間しか打ってないと。おまけにね、そろそろ皆さんね忘れてるんじゃないですか。いや忘れてないか、さすがに忘れないでください。本業執事です。執事本業なんです。バッチリ裏で執事やってるんです。そんなにね忙しくてシンプル打てないっすよ。はい、執事の仕事ってまあすごいんだよ本当。ちょっともう今日は説明しませんけど、本当にすごいんすよ執事って。自分で言うのもなんだけど、まあ俺は誇りを持ってやってます。はい、でね、まあ全然打ててなくて、なんかパチンカスっていうのもちょっとあまりにもそれはパチンカスに失礼じゃないかということでね、駆け出しのパチンカスに訂正します。体制よろしくお願いします。はい、とか言ってるんですが、もう一つありまして、執事たるもの、何事においても超一流でなければならないと。駆け出しなどという肩書きは論外でございます。早速破綻しました。ただ、恵まれてますね俺。今回、デビューをさせていただく二次三次さん、パチンカスに寛容だというふうにお伺いしておりますね。そうです。まあ活動として超一流のパチンカスになります。応援よろしくお願いします。